100m 決勝です。それではこの決勝に出場する8つのチーム、そしてオーダーを順に紹介していきます。大変徳商業、森本さん、大津さん、小林さん、加藤さん、大変徳商業。第3戦、中津商業、川村さん、一家さん、伊藤さん、千代子さん。第3戦、中津商業。第4戦、県岐阜商、杉下さん、高木さん、川村さん、福さん。第4戦、県岐阜商。第5戦、整備、伊賀さん、西村さん、安住さん、古川さん。第5戦、整備。第6戦、美濃加茂、佐藤さん、高野さん、石原さん、渡辺さん。第6戦、美濃加茂。第7戦、長良、大平さん、松井さん、吉田さん、浅野さん。第7戦、長良。第8戦、増田旋風、勝野さん、高野さん、富山さん、北野さん。第8戦、増田旋風。第9年、高学商業、高橋さん、小寺さん、松岡さん、三枝さん。第9年、高学商業。以上、8チームによって女子 1600m リレー決勝です。
今大会の最終種目、男子 1500m リレー決勝、この決勝に出場する8つのチーム、そしてオーダーを紹介していきます。第1戦、大垣東、西脇君、佐藤君、浜田君、末君。第2戦、大垣東、第3戦、江田、林君、西脇君、伊藤君。第3戦、江田、第4戦、吉木、山田君、島君、清水君。第4戦、吉木、第5年平均賞、杉山君、清志君、中川君、高井君。第5年平均賞、第6年六勝城、石丸君、山口君、杉江君、古野君。第6年六勝城、第7年マシタスネイク、山下君、杉山君、橋下君、山下君。第7年マシタスネイク、第8年、だから、小戸塚君、藤田君、中村君、木村君。第8年、だから、第9年、市議部長、佐藤君、上橋君、小戸君、石本君。第9年、市議部長。以上、8チームによりまして、男子 1500m リレーの決勝です。Thank you.